皆さんこんにちはこのビデオでは和歌山大学システム工学部電子物理工学メジャーの紹介をします私は電子物理工学メジャーの松本と申します近年 AI 人工知能やビッグデータなどの情報に関する技術が急速に発展していますまた物のインターネットと呼ばれる IoT の進展に代表されるように 様々な機器や装置がインターネットに接続されるようになり情報技術が社会や人々の生活の至る所で活用され世界を変えようとしていますこのような情報技術を社会や人々の生活に行き渡らせるための機器や装置の代表的なものとしてコンピューター・携帯端末などがあります 例えばスマートフォンを使うと電話で遠くの人と話をすることができますしソーシャルネットワーキングサービスを使ってメッセージをやり取りすることもできますまた映画などの動画を見ることや配信することもできます調べ事もすぐにできますし場合によっては健康管理もしてくれますこのように便利で革新的なデバイスが世に現れたのは 今からたったっ十数年前です現在から10年後または20年後の私たちの生活や社会を変える技術や装置としてどのようなものがあるでしょうか。量子コンピューター電波や光を今以上に活用した 6G 通信技術軽量で小型の発電・蓄電装置 人間の健康寿命を飛躍的に伸ばす医療技術などが現れ、当たり前のように使われるようになるかもしれません。社会を変えるこれらの革新的な技術は、物理、電気電子など自然科学の基礎分野から生まれると言えます。電子物理工学メジャーでは、先端的で新しい技術を創出し、 様々な応用に結びつけるための電子材料電子光デバイス応用機器やシステムについての教育と研究を行っています和歌山大学システム工学部ではこれまで電気電子工学と材料工学の教育を異なるメジャーとして提供してきましたが2023年度からは電気電子半導体材料 電子光デバイス・電子光システムの学びを融合したものとして身につけることができるよう電子物理工学メジャーという新しいメジャーを設けました扱う分野は物理学電気電子工学光工学材料工学など多岐にわたりますが物質化学に関する基礎を身につけその上でエレクトロニクスやフォトニクスの材料開発からデバイス およびシステム応用技術を学びます各種の情報処理、自動運転技術や医療診断技術など今後の社会においてますます多様化するニーズに柔軟に対応できる能力の養成を目指していますでは次に電子物理工学メジャーで何を学ぶかをご紹介します 学生の皆さんは1年時には全メジャー共通の情報基礎科目と情報処理科目を履修します2年次からはこれらの情報科目工学基礎科目や教養教育科目と並行してメジャー専門科目を学びますこの図は電子物理工学メジャーの専門科目の一覧表です2年次の前半には電気電子材料 及び数学についての基礎をしっかりと学びます2年次の後半からは電子工学系光デバイス系材料物理系の科目群を横断的に学習しますスマートフォンなどの通信機器 IoT で利用されるセンサー低炭素社会の実現に貢献する発光ダイオードなどの電子デバイスの働きの基礎を理解し 新しいデバイスや装置を作り出すための知識や応用力を身につけることを目指しますまた、これらの学問分野の習得に加えて実習や実験系の科目を多数用意しており学生の皆さんが自ら手を動かして電子物理工学を体験的に学んでもらいます4年次の卒業研究では 教員の先生や大学院の先輩学生などで構成される少人数のグループに所属し先端的なテーマのもとで研究を行い課題発見研究計画の立案研究の実施結果のまとめと成果の発表といった実践的な能力を身につけます。 大学院ではさらに専門性を深めつつ実践的な研究活動を通して広い知見を持ち自ら学ぶ姿勢や能力を確実に身につけることを目指します次に電子物理工学メジャーで取り組んでいる研究をご紹介します電子物理工学メジャーでは光に関する物理半導体などの材料の研究 光をを使っった情報処理や計測の研究を行っています光機能物性グループは光によって機能を発揮する材料や電荷だけではない運動量などの新規キャリア物性あるいはスピンが関わる物理現象について研究を行っています。 光技術材料研究室では、量子ドットやフォトニック結晶と呼ばれる半導体材料を作成していますこれらは、ナノメートルサイズの非常に小さな材料で、電子や光との相互作用が強くなるため、従来の半導体材料とは異なる性質を示しますこの新規な性質を利用して、新たな光デバイスの開発を行っています 特にインターネットなどで使われる通信技術や、医療用のイメージング技術などへの応用を目指した研究を行っています。物性理論グループでは、いろいろな材料の性質を理論的に解明する研究を行っています。例えば、光と物質の相互作用とか、いろいろな物質の性質の理論的解明をモデルを立てて解析したり、 第一原理計算と呼ばれる計算手法を用いて計算したりしていますところで皆さんは SDGs という言葉を知っているでしょうか持続可能な開発目標という国際社会共通の17の目標のことです SDGs の中にはエネルギーをみんなにそしてクリーンにというものがあります材料デバイス研究室ではこのような目標の達成のために 電気エネルギーの有効利用を目指して、パワー半導体材料を中心とするデバイス材料の研究を行っています。現在は、ミスト CVD 法を用いて、酸化ガリウムというガリウムの酸化物材料を中心に研究を進めています。物理化学グループでは、導電性有機結晶の構造と物性の研究、および、 結晶のの構造をを予測する方法の開発を行っていますこれまでになかった新しい結晶を作り新たな物性を発現させたりあるいはそのようなことが可能な物質の存在を予測する手法を開発することを通じ科学技術社会への貢献を目指した研究を行っています。 電子物理工学メジャーででは、光の応用にについいても先端的な研究に取り組んでいます。情報フォトニクス研究室では光を用いた計測や記録などの情報処理技術の研究として立体を表現できるディスプレイやホログラフィックメモリー非常に暗い環境の中での画像の撮影や被写界深度の幅が広いイメージング手法などについての研究をしています。 光エレクトロニクス研究室では光ファイバーを使った長距離高速の信号伝送や光ファイバーを使った温度や振動などの広範囲のセンシングレーザー光を使った顕微鏡による生態組織のイメージング和歌山県で広く栽培されている梅を商品化する際に問題となる梅の実に混入する 異物を光を使って検出する方法に関する研究などに取り組んでいますこれらの研究のうちのいくつかについて数分ずつの内容紹介ビデオを用意していますので関心がおありの方はぜひご覧くださいそれではこれで電子物理工学メジャーの教育と研究の紹介を終わります 別のビデオでは、卒業生の進路や就職先について説明をしていますので、そちらもぜひご覧ください。